今週はラーメンです。盛岡市夕ヶ瀬町ラーメン一軒。オープン4年目に入ったラーメン一軒はご兄弟で切り盛りしています。一番人気は醤油ラーメン。岩手県産の小麦を使った自家製麺で、少し固めに茹で上げたストレート麺は噛み応え抜群。チャーシューは低温調理で仕上げた鶏の胸肉と豚の肩ロースの2種類。お客さんにはいろいろ食べてもらいたいなって思いからつけてました。もう一杯紹介しましょう。煮干しのラーメン、よく見てください。このスープに驚きの工夫が施されています。強く煮干しを炊いて豆腐を混ぜてるんですよ、ね、苦味だったりとか残すじゃなくて、ちょっと食べやすさを出してる感じです。兄弟で心を込めた至極の一杯、ラーメン一軒で湯気に恋してみませんか。